大雪山国立公園は北海道にある国立公園。総面積は日本の国立公園の中で最も広い。北海道で最も歴史ある国立公園の一つであり、阿寒国立公園、日光国立公園、中部山岳国立公園、阿蘇国立公園と共に指定された。大雪火山群、十勝岳、連邦、石狩学連邦を有する山岳公園であり、 山頂部の標高は2000メートルほどながら高緯度に位置していることから、本州の3000メートル級の山岳に匹敵する自然環境があり、設計や永久凍土の層が存在している。大雪山は1971年に国の天然記念物に指定され、1977年に特別天然記念物に指定変更されている。薄巻町や 大雪高根日陰などの鉱山町や熊毛ら、犬虫、島袋などの鳥類が種として天然記念物に指定されているほか、1951年に羽衣の滝が北海道の名称に指定され、差別湖の宮部は長奈が1968年に北海道の天然記念物に指定されている。大雪山国立公園では高山植物が見られ、250種類以上が、 記録されている。また、290種以上の指定植物と60種以上の RDB 種を指定している。蝶類は140種類以上が記録されており、その中には、日本国内で初めて繁殖が確認された、銀山マシコや希少種のミエビゲラ、クマゲラ、シマフクロウ、キンメフクロウ、個体数の減少が危惧されているエゾライチョウも含まれている。高山蝶は、 北海道で五種が分布しているが、大雪山にはすべてが生息しており、三千種を超える昆虫が記録されている。動物ではヒグマ、キタキツネ、タヌキ、エゾイタチ、エゾクロテン、エゾオコジョ、エゾユキウサギ、エゾナキウサギ、エゾシマリス、エゾモモンガ、エゾリス、エゾシカ、ネズミ類、トガリネズミ類などが生息している。大雪山国立公園は、北大雪、氷大雪、 東大雪、十勝連邦の4つの山域に分けられて2000メートル級の山々が連なっている。北海道内で最高峰となる朝日岳があり、全体的になだらかな山並みが続いているが、気象条件や井戸によって森林限界が1500メートルと低く、鉱山帯が広く展開しているのが特徴になっている。 登山シーズンは6月下旬から10月初旬までの短い期間であり、7月上旬でも残雪多く、9月中旬頃に初冠雪を迎える。大雪山、沼の平、十勝岳、富良野岳が花の百名山に選定され、黒岳、小泉岳、白雲山が新、花の百名山に選定されている。ありがとうございます。